こんにちは。着物で忍ぶ絵コミュニティの南奈央ことチョコと申します。今日は今年また行いますコミュニティの中身あるいはコンセプトをお話したいと思います。なぜ着物で忍ぶ絵なのか。服だっていいです、もちろん。それから、着物に別にこだわらないようなんですけど、一回ちょっとこだわってみたらどうかなというふうに思うんです。なぜかというと、この着物というのは過去からずっとつながってきたもの。ちょっと短いスパンで言いますと、この着物は母に作ってもらったもので、ずっと着てきました。皆様の中にも着物が眠っているって方もいらっしゃるかと思いますけども、それはちょっともったいないんじゃないでしょうか。着物によってずっとつながってきた昔からの日本の文化や、あるいは親から子への、そういった伝承が切れてしまってはとても悲しいと私は思います。そんな思いをずっと抱いていまして、けれども一方で難しいんじゃないか、着物を着てる人なんかいいけどそんな、簡単なもんじゃないんではないかとか、そういったハードルがあると思います。でも、何事も私としてましては、やってみないとわからない、一歩前に踏み出すという、それが、なんか生きていく上での、強み、楽しさになると思うので、ぜひその一歩を踏み出してもらいたいと思います。着物、昔は高いものでした。ですが今は、いろんなところで手頃な値段で手に入るようになっています。それを、ちょっと自分の身にまとってみませんか。そして忍ぶ絵を吹いたら、もっともっとなんかこう、音楽プラスアルファがとても大きいように思います。着付け難しく考えずに一緒に練習してみましょう。